経営のヒントプラス第580回目お届けいたします。こんにちは。ナビゲーターの福田紀子です。小島です。よろしくお願いします。お願いします。はい、えー。質問をいただいているんですが。はい。はい、えー。小島社長は何十社もの会社の経営をされているということですが、社長の役員報酬はどのように決めているのでしょうか。決め方のコツなどありましたらアドバイスをお願いします。といただいております。はい。はい。 で、まずあの、ちょっとお知らせを。はい。はい。えー、っとですね、私あの、株式会社 e-medic という会社をやっておりまして、うんえー、私の会社ですね、株式会社カタカナで e-medic と、はいえー、検索していただきますと、あの、会社のホームページがですね、私があの、ほぼ着ないスーツを着てる、はい、写真がかっこいい写真ですですか,かっこいい写真です。写真が出てくるページがあるんですけど、はい、そこのところに、まあ、あの、行っていただくとすぐわかるんですけど、 私のまあセミナー動画ですね 2>,、はい、2本を、えー、無料で見れるという、うんえー、企画をやっております、はい、でどういう動画かというと99%失敗しない新規事業の作り方という、うんえー、動画とですねもう1個が、えー、社員1名 コネなし事務所なしから、えー、運や偶然性を排除し、えー、13年で30社の企業オになるまでの戦略を大公開ということで二、えー、つともですねあの無料で見れますので、はい、ぜひあの見ていただきたいなと思いますはい、はい、絶対見た方がいい動画です夫さんも見ていただいたんですねはいもちろんですよはい、はい、ありがとうございますはいもういろんな人に教えてもらってありがとうございます <laughs> はい <laughs> ということではい、はいえー、質問はですね 役員報酬の決め方をいただきました。はい。はいはい、あの、これもまあ、あの、会社の規模とかによっても全く違うんですけど、うん、そもそもこれ、あの、いくらにするというよりも、結果的にいくらになるっていうはずなんですよ。はい、はい。あの、で、あとはこれは、あの、新しく会社を作るときと、はい、その、何年か経ってる時によっても変わるんですけど、うん、まあ、もう通常その会社を、 まあ、経営されているのであれば、決算というのをやると思うんですね。はい、その時に、あの、役員報酬以外をやっぱり決めることが非常に重要で、はい、その、まあ、いろんな、ま、経費ってかかりますよね。固定費とか変動費とか、そういう広告代みたいな変動するものと、家賃とか、あとはその、まあ、人件費ですよね。そういうのっていうのは基本的に決まると思うんですけど、はい、で、それを決まった後に、じゃあ会社に、 えー、どれぐらい、例えば、あのー、内部留保というかお金を残そうですとか、税金のお金がいくらですとかっていうふうにやっていくと、どれで、まあ少しだけ残ると思うんですよ。それが役員報酬になるはずなんで、はい、いくら欲しいっていうもんではあまりないっていうのが、これ大前提のはずなんですけど、はい、なんかですね、あのー、 私が見て、あの、いろいろな方からあ、まあ、あの、経営コンサルティングといいますか、経営相談みたいなのを受けていても感じるのが、なんか先に200万っていうふうに、なんか、その目標なのか、そっちを決めてから、はい、あの、それを取るには、ここを削らなきゃいけないとかっていう、なんていうんですかね、その、逆に考えてる方が実は非常に多いっていうのをすごく感じておりまして、その、残ったものをもらうっていうのがすごく重要だと思ってるで。うん はい。あのキコさんはあの会社もやられてると思うんですけど、はい。こういうもちろん金額は全然いいんですけど、はい。役員報酬とかってどういうふうに考えられてますか？はい、役員報酬は、はい、なので会社の売上規模が上がってきたら上が,、うん、上がりましたというか上げました。なるほどなるほど。はい。<laughs> なので、えー、それこそ、えー、創業した一年目は怖かったんですよ。いくら と年商取れるかが分からなかったの,に、はい、なので、うん、いくらにしようっていうふうにあの会計士さんとね相談した時に、うん、じゃあもう最初だから8万円でいいんじゃんとか言われて、うん、月収8万円でもそこからスタートしました私は。うん でなんか1年に1回しか変えられないそうです1年に1回しか変えられない、ね、っていうことと、はい、あとはその実際はね会社の規模というよりはどれだけ利益上がったかなんですよ。はい、会社の規模が10倍になっても利益が10倍とは限らなくてだいたい間接業っていうのが多くかかるんで、はい、実際は10倍にならないんですそうですね。規模が大きくなると例えば PR を広報をやる部署とか、はい、もしくは間接部門の総務部とかそういうその、うん 売上と直で関係ないけど実は大事っていう人たちがやっぱ必要になってきて見えないお金がたくさんかかってくるので、うんはい、あのなのでそうですねあのまあ特にルールはないんですけどその最後にやっぱり決めるっていうことともう一個はあの僕がまあ自分がグループ会社とかでもそうなんですけどおすすめしているのはえっ、ー、と例えばまあ300万 っていうことは年間3,600万ですよね。はい、だとしてもそれが取れるか分かんないじゃないですか。うん、あの、1年間でしかもその決算が終わったら3ヶ月以内に変、えー、えないといけないじゃないですか。はい、その時に僕がまあ、あの、自分もそうですし、その、まあ、グループ会社の社長というか、にも言っているのが、あの、まあ、安全圏内で 100, 例えば100万円だったら安全だなってなんとなく分かるじゃないですか。はい。あの、 なんで、その、売上が良くなかったとしても、これぐらいは取れるっていう逆を設定して、残りを決算賞与っていう形で、え設定をする。だから、例えば、100万円ってことは年間1200万なんで、3600万円との差って2400万円じゃないですか。なんで、2400万円を決算賞与にするっていうのが、 あのー、基本な気がするんですけど、そういうのやられてますか。はい、決算賞与は、はい、うちの会社はつけなくて、はい、でも。一年目を見て、二年目を決めて。はいはい、で、二年目から、また三。なる決めになった時にっていう感じで。で、これがあのー、決算賞与って、どういうことかっていうと、はい、その。例えば。 じゃあ、あの、4月決算であれば、来年の4月の、じゃ、29日だったら29日、28日だったら28日払うっていうのを決めるんですよ。はい。で、2400万って決めるんです。はい。で、税務署に、あの、届け出を多分3ヶ月以内だと思うんですけど、決算始まってから、はい、あの、決算終わってから新しい期が始まって、そこで、あの、税理士から書類を出さないといけないんですよ。はい、いくらにしますっていう。お<ー>なんで変えられないんです。はい。はい、で、これ払わなくてもいいんですよ。<ー>ただ、何が、 問題かというと、じゃあ2400万円のうち、1200万円だけ払うってことができないんです。払うんだったら一括。はい、その日に。はい、で、払わないんだったら、あの、ゼロのまんまでいいんですよ。だからこれは税金も払わない、あの、かかんないんけど、うん、払うか払わないかだけ選べるんです。うん、っていうのを決算賞与っていう、うん、いうちょっと特殊な普通の社員の賞与とちょっと違っていて、はい、で、これをやるだけでももう2段階で調整できるわけですよ。そうですね。そうなんです。はい、はい。なので、 あの、ま、さすがにこの、年収1200万の人が決算賞与2400万っていうのはちょっと、多いやりすぎだと思うんですけど、ね <laughs> はい、同じ金額もしくは、かける、あの、年収の半分ぐらいを決算賞与に設定しておくっていうのは全然あり、いいですよ。で、もし取れなかったら、取らなきゃいいだけなんで。はい、うん。それを払わなきゃいいだけっていうのだけで、課税もされないので、はい。でも、問題は役員賞与と一緒で、あの、 届け出を出さないといけないんで、ギリギリになって変えられないんですよ。<や>だからゼ1 0 0なんで、うん、あんまりやりすぎると、うんあの、1000万だったらいけるのにって、2000万にしちゃうと、うん、もうそれ、あの、払ってもいいんですけど、結局、それによって赤字になるっていう。はい、で、足らなくなった場合、あの、自分が補填して払うっていうよくわかんないことになるんで、うん、そういうふうに、まあ、やるのがいいのかなと思ってます。で、あとは、はい、その、 残ったのをもらうっていう感覚が大事なんで当然残らなかったらもらえないし補填するっていうのも当たり前なんですけど逆に言うと残ったらまあ青天井だと思ってるんです、はいはい、そのまあ社員に例えば給料ちゃんと給料も払うある程度の賞与も払うで、うん、払うものを全部払ってじゃ幹部にも全部払うっていうそれで 残らなかったらダメですけど、それがじゃあ逆に1億残るんだったら別に1億もらってもいいとは思うんですけど、うん、あの、ただ、当たり前ですけど、そこそこの規模で経理とかがいれば、役員報酬って、あの、基本隠せないわけですよ。うん、あの、バレちゃうんですよ。はい、で、何でバレるかっていうと、あの、社保の申請をやるときに、はい、あの、社保の申請をやる事務の女の子からバレるんですよ。<laughs> 基本的には。社長はあんなだけもらってたよ、みたいな。で、それって一瞬で広まりますから。<laughs> はい。そうなんですよ。なので、やっぱり現実的には納得しないですよね、青天井。うん、あの、理屈上、あの、厳しい時にはもらわないんだから、うん、うまくいって全部あげた後はいくらでも取っていいよねっていうのって、まあ、フェアな考え方ではあるんですけど、それは社長かがフェアだと思ってるだけで、現実は全然それは、 やっぱりみんな納得しないっていうことと、うん、もう一個はその税率を考えると、収入の青天井っていうのが多分あんまり意味がない。はい。いいんですね。うん、なので、あのー、これすごい大事な数字なんですけど、この55、30、20、0っていうこの4つの数字があって、これあの説明すると何だってわかるんですけど、これ55っていう数字と、30っていう数字と20っていう数字と、 っってていいうう数字とゼロっていうこの四個の数字だけを見てパッと分かる人は相当そのなんだろうなえ会社の経営というかね税金に敏感な方というかでこれあのもう税金っていうと多分意味がもうわかると思うんですけどこの五五十パーセントっていうのは個人のまあいわゆる最高税率ってやつですよね千八百万超えるとっていうあのこれあのこの税率っていうのはあれですえっと 試験民税とかね、あの、住民税も合わせてですけどね。はい、なんで半分以上やっぱり持ってかれちゃいますよと。うん、で、法人税っていうのの実行税率がだいたい30%ぐらいですと。うん、で、えっと、株を売った場合、会社を売った場合もそうですし、紀子さんもやられてると思いますけど、株とかまあ今 FX もそうだと思いますけど、いわゆるそういうものに対する利益っていうのは20%ですよね。うんうん、で、仮想通貨は、まあ今のところその、 この個人の最高税率ということになってるんで、あの、まあ、売るのはどうかなってやっぱり言ってる人が多いというか。あれも、で、FX もなんか10年ぐらいかかってるんですよね、その20%になるまで。だから仮想通貨も当面この20%多分なることないと思うんですけど、で、あとはその0%っていう報酬もあって、はい、まあこれ報酬って、あの、っていうか、これはあの、税金0%っていうのがちょっと適切かわからないんですけど、うん、普通に例えば、 投資信託とか、例えばあの、アメリカの S&P 500とか、はい、あの、ああいうような投資、まあ ETF でもいいですけど、投資信託を、あの、ずーっと買い足していって、はい、それを一回も利格しなければ、まあ、ゼロパーじゃないですか。はい、なので、あの、で、でひたすら複利運用していけば、うん、っていうのが、まあ、ゼロパーですね。 あの4個の受け皿っていうのをちゃんと理解してど結局あの個人の税率なんていうんですかねよくこの多分ねこの方の質問もそうなんですけど役員報酬をいくらに決めるかっていう質問の時点で報酬っていうのは役員報酬としてもらうものっていう多分感覚。 しかないんじゃないのかなと思っていて、<ー>で例えば、個人オーナーの会社であれば、別に、会社に残したっていいわけじゃないですか。はいはい、で、最、まあ、やろうと思えば別に自分の判断で、あの、役員貸し付けも別にできるわけで、はい、まあ、役員貸し付けってかっこいいですけど、ただ、自分の交差に、まあ、あの、まあ、一応、借りしたっていう体で、まあ、あずっとやりすぎるとさすがに、あれですけど、うん、そういうこともできますし、翌年に、 変えればいいし、はい、なので、この、個人の、あの、で受け取るっていうことだけが収入じゃないっていう考えをまず持ってもらいたいですよね。なんで、この、しかもこの、例えば、個人の税率って55%じゃないですか。はい、でも、えっと、まあ、ぜ 株の運用とかのゼロパーちょっと別として20%パーってことはこれ1億円だったら4,500万円と8,000万円なんですよ残る差が。うん、これめちゃめちゃでかいですよね。なのであのポイントとしては僕がその常日頃、えーまあ、セミナーとかでもお話をしていて先ほどまあお知らせのところでそのこういう動画がありますよっていうところにも書いてあるんですけど、うん、あの最終的にやっぱり資産を作る一番のポイントってやっぱり会社を売ること。はい なんですで会社を売るっていうのは結局何を言っているかっていうとこのなんですよねそのそのビジネスを売るっていう言い方って2つあって会社ごと売る場合とビジネスだけを売る場合っていうのが全くちょっと意味が違っていて例えば紀子さんが何かの会社をやっていて10個授業をやっています会社の中で1個の授業を売るっていう売るっていうのは。 で、1億円で売れたとしても会社に入っちゃうんで、売上として入っちゃうんですよ。だからこの30%なんですよ。まあ、それもでも30%はいい、まあ、55に比べたら安いですけど、会社を売るっていうのはそういう意味じゃなくて、あの、株式を売るっていうことなので、普通の株を売ったのと同じなんで20%になるんですね。なので、ここの差をかなり、あの、ちゃんと意識しておかないとやっぱりいけないっていうことと、あともう一個は、 あの、会社を作るときに、まあ、一社目はいいんですけど、二社目をですね、会社の子会社にする人が結構いるんです。はあ、あの、はい、いわゆるホールディングスっていうやつですね。はい、親会社があって、子会社が何個かあるっていう。はい、あれはあれでいいんですけど、うん、あれだと、売ったときに、親会社に入るんですよ。だから、法人、うん で、そこで30%取られます。はい、で、そこから個人に取ると、そこからまた55%取られますよ。えー、だから、ほぼ残んないんですよ。でも、これって、あのー、途中で気づく人が多いんですけど、途中で気づいたときに、はい、じゃあ20%にするために何をやるかっていうと、あのー、会社から株を買い取らないといけないです。 つまりか、親会社の下に子会社があったら、この親会社が持ってますよね。仮にこれが自分だとしても、会社に対してお,お金を払って個人があのにか株をあの、まあ、買い取って個人の方にしないといけないんですけど、その時に会社が売れるぐらいになってるってことは、数億で売れるぐらいになってたら、数億円払わないといけないんですよ。はい、でもそれ払えるんだったらって話じゃないですか。はい、なんで途中からはもう変えられないんです。あー でも、途中で気づくんですよね。ね、はい、なので、会社も、あの、ちょっと役員報酬と話がずれてきてますけど、<っ>あの、会社作るときって、誰が株主になるかっていうのが非常に重要で、誰がっていうのは、個人なのか、その、法人。法人で、どこかの会社の子会社にするのかっていうのは、その、役割によって決める。つまり、この会社は絶対売らないんだったら、法人の下の方がいいんです。はい。はい。で、 売るんだったら、基本的には個人で持ってないと、うん、後からおかしくなるで。で、もし、売らないんだったら、なんで、法人の下につけた方がいいかっていうと、うん、親会社があって子会社があると、その会社の、えー、が、決算をしますよね。で、はい、利益が残りますよね。はい、そうしたら、あの、疫金不参入ってょうと難しい言葉なんですけど、うん、親会社に、 勝手にお金を吸い上げてっていいんです。で、税金かかんないんですよ。はい、で、親会社をいわゆる資産管理会社みたいに、だいたい富裕層の方ってやっていて、うんはい、それを一族で、例えばその、まあまあ、いいか悪いか別としてご家族とかを役員にしたりしてっていう、はい、そういうふうにやってるスキームっていうのは今の話なんですね。うん、でもそれって売却の時には非常にいけてないんですよ。っていうように。で、これは全部何から来てるかっていうと、55%で取るのか30%で取るのか20%で取るのかっていう、これを、 ちゃんととと考えましょうっていういことと必ずしも55%で取るだけが全てじゃないっていうことと3年後5年後を考えたときに結果的に何が大事かっていうとじゃあ5年経った時の税引き後の自分の手残りの資産が一番多い方法ってどういう方法なんだろうっていうことから考えた方がよくてそう考えると僕は会社の売却っていうのが一番資産が 増えるると思っているので、はい、だったら役員報酬をもちろん生活できないぐらいまでっていうことはないとあ,のあまり良くないと思うんですけどあえて200万300万取れてもしないで100万円ぐらい80万から100万ぐらいにしておいて、はいはい、で残りをその会社の成長のため新しい社員を入れるとか、はい、新規事業の開発をするとかっていう方にやって結果的にそれによって会社が大きくなって売ってうん。 お金の方がでかいんですよそうですよ、ね、そうでこれは何でかっていうとあとは数年3年とか5年かけて結果的に資産がどっちが残るかっていう考え方をすると、うん、毎月っていう考え方があまりなくなってくるっていうこと、うん、そうは言ってもいきなり当たっちゃう場合あるじゃないですかあの会社の,あの例えばその機能前半はダメだったけど後半いきなり当たるとかで、はい、だからもう役員報酬って。 コントロールできないじゃないですか。はい、なので、2段階にして、ちょっと挑戦的な金額の決算商用を設定しておくと。はいうん、っていうふうにするとあの、それをしてでも、してでも会社の成長に回すお金があるんだったら、決算商用も取ればいいしっていう。はいうん いうふうにすると、最もまあ効率がいいので、まあ今日のまとめとしては、そういうふうに2段階で役員報酬を決めるといいですよっていうことと、うん、もう一個はそれ以前に、毎月取るっていうことだけでお金を貯めるっていう考え方から、ちょっと一歩ね、先を見て、55、30、20、0っていう数字の、 どこにお金を入れるか、しかも何年スパンで入れるかっていうゲームなんだっていうような感覚を持っていただけるといいかなと思います。はい、うん。はい。はい、いや、ご質問いただいた方、ありがとうございました。はいえー、今日は経営のヒントプラス第580回目お届けしました。最後まで聞いていただいてありがとうございます。はい